女優の戸田恵梨香さんです。よろしくお願いします。戸田恵梨香です。よろしくお願いいたします。昨日もアマゾンから荷物が届いたぐらい、もう毎日のように使わせてもらっているので、今回こういうお話をいただいて本当にびっくりしました。嬉しかったです。久しぶりのお芝居だったので、あれお芝居ってどういう風にやるんだっけって一瞬思って、なんか戸惑っちゃいましたね。はい、でも楽しい撮影でした。子供を産んで、その日用品で買わなくちゃいけないものがやっぱ増えたことによって、そのおむつとかもこうかさばるじゃないですか、はいはい、やっぱ子供を抱えてその日用品も抱えてっていうのが結構しんどい中。そうですよね。ましてや雨が降ってたりするともう地獄ですよね。どうしたらいいんだか分かんなくなっちゃいますよね。はい、注文すると当日または次の日ぐらいにはもう必要なものが届くので本当に助かってます。おはようございます。おはようございます。ジップ楽しかったです。そしてやっぱ照明で暑いんだなっていうのを実感しました仕事をバリバリやってた時はこう休みの日をどう、ゆっくり過ごすか、どういう風に過ごすかっていうのがすごい重要だったんですけど、今は逆にこういう仕事の日っていうのが重要になってるなと思ってて、いい意味で気が抜けているのでちゃんと気を引き締めなきゃなっていう風に思うようになりましたね。はい、なんかベランダにプールがあるので、ビニールプール、ちっちゃな、それ使って遊べたらなと思いますね。 3,4 年くらい前に買ったんですけど楽しめてないというか、ワンちゃんと一緒に入ったりとかしてたんですけど、いかんせん嫌がっちゃうんですよ。もうちょい楽しめるやり方あるんじゃないかなと思って、おもちゃとかなんか見つけられたらいいなと思って、ティッシュペーパーをなぜか間違えちゃって 10セット届いたことがあったんですよ。それはやりすぎたなって思いました。3つ入りのやつと5個入りのやつをちょっと2種類欲しくって、それがバーッと来ちゃって、本当に大きい箱できたんで置く場所に困りましたねやってもうたってなりました。はい、